はい、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はダイソーからミニかぼちゃの種を購入して育ててみましたので、その様子をご紹介させていただきます。ちなみにかぼちゃを育てるのは今回が初めてなので、うまく育てることができるでしょうか。種ですが、開けてみたら3つしか入っていなかったので、もし発芽に失敗したらとちょっと不安になりました。裏面の説明を見てみますと、発芽適温が20度から30度、発芽の日数が7日から10日で、生産地はインドで、発芽率は 80% 以上なので、発芽に関しては大丈夫だと思います。種まきから発芽までですが、今回は2リッターのペットボトルを使いました。半分くらいにカットしたペットボトルにバーミキュライトを入れ、水をたっぷり注ぎました。そしたらそこに種を置いて、あとは上からバーミキュライトをかぶせて種まき完了です。種まきから8日目です。3つともすべて無事に発芽しました。種まきから1ヶ月です。もうとっくに植え替えてもいい頃だったのですが、相変わらず放置しちゃってました。はい、というわけで庭の家庭菜園に植え替えました。はい、一気に時間が進んで植え替えから2ヶ月が経ちました。繁殖力が強くてだいぶ勢力を広げています。これが雌花で、丸い部分が先々かぼちゃになります。かぼちゃは人工的に受粉をしてあげた方が良い結果を得られるみたいです。また受粉作業は午前の早い時間に済ませましょうとのことでした。ちなみに受粉のできなかったものはこんな感じで実れずに終わってしまいます。受粉をしたその後、かぼちゃの赤ちゃんが育ってます。順調に育っているようです。牛乳パックを使って土の上に直接置かないようにしました。ただその牛乳パックもほどなくパンパンに。で、この辺のタイミングで化成肥料を施してました。収穫の目安ですが、緑色のヘタの部分がコルクっぽくなったらと言われています。種まきからおよそ5ヶ月かかりましたが、そろそろ良さそうなので収穫しました。かぼちゃは収穫後すぐに食べずに追熟させるのが一般的です。その方が甘くなるかららしいです。追熟を調べてみると、日陰で風通しの良い場所に置いておくとあったのですが、牛には風通しの良い日陰がなかったもので、あまり日当たりの良くない室温も上がらない屋内に置いておきました。追熟期間は2週間から1
ヶ月ぐらいとのことだったので、私は3週間置いときました。追熟後は定番ですが、ミニかぼちゃのグラタンにしていただきました。今回はほぼほぼ放置で育てたので、受粉があまりうまくできなかったのと、厄介なうどんこ病に侵されたこともあり、収穫量は少なかったです。その辺の経験も含め、次回はもっと多収穫を目指したいと思います。では今回はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。